きの未来の世界へ、未来シティ研究所。今の暮らし、オイラの一歩先はどんな夏になるのかな。今回カガネガイビト、なんかやだ。お邪魔します。この家は4人家族か。あ、なんだあれ。お兄ちゃん、何作ってるの？おじいちゃんにプレゼントするんだ。今回の未来創造人、大谷和樹くん。将棋が趣味なんて渋い。おじいちゃん、喜んでくれるかな。大好きなおじいちゃんに何をプレゼントするの？毎年夏休みになるとおじいちゃんの家に行くのですが、とっても蚊が多いんです。離れて暮らすおじいちゃんの家は雑木林に囲まれ、蚊がいっぱい。そこで僕が考えたのは、蚊の繁殖を減らす発明品。ポイントは、ラの音。一体どういうこと？蚊のオスはメスが発する羽音に集まる習性があります。そこでメスの羽音と同じ周波数のラの音でオスの蚊をおびき寄せることを思いつきました。ラの音をスマホに録音。これでオスをおびき出します。ラの音をより響かせるため、プランターを改良しスピーカーにしました。色は蚊が好む黒で統一し、おびき寄せた蚊は電気の流れる金属ネットで退治。これで完成。名付けて家庭用自動蚊取り機。誰か来たぞ。おじいちゃん、いらっしゃい。こんにちは。はい、これプレゼント。何これ。スイッチを押してみて。この羽の音は可愛い子ちゃん。どこだどこだ、俺好みの可愛い子ちゃん、どこだ。ギャッ。おお、入った入った。これでおじいちゃん、枯れ刺されなくて済むね。ありがとう、カスタ。強かった今のニールスから。夏休みが待ち遠しいね。